はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPay がソフトバンクから460億円を調達ということで、話を進めていきたいと思います。はい、それでは早速進めていきたいと思うんですが、今回は Yahoo ニュースからピックアップをさせていただきました。ということで、お題が PayPay が資本増強、ソフトバンクグループから460億円調達、資金力を生かして競争を勝ち抜くということで、ソフトバンクと Yahoo が共同出資する PayPay は、5月8日、ソフトバンクグループから460億円の出資を受け入れると発表した。増資後の PayPay の資本金は920億円になる。ユーザー獲得や、導入店舗拡大などの費用に充てるということですね。まあ、このね、出資した多分、まあ、孫さんも関わってると思うんですけども、まあ、孫さんの資産も、まあ、大体2兆円ぐらいあるって言われてるので、まあ、これはかなりいい投資にはなるのではないのかなと思います。まあ、これに関して、まあ、ソフトバンクの宮内 CEO という方は、モバイル決済の分野は、激しい競争になっているので、相当な覚悟を持って投資をしていく必要がある。ソフトバンクグループに資本参加してもらい、競争を勝ち抜くというふうに言ってるらしいんですよね。いろいろキャンペーンっていうのは、まあ、展開していったと思うんですけども、まず2018年12月に1回目、そして2019年の2月から2回目を実施した結果、サービスの累計登録者数がなんとですね、これは700万人を突破したらしいんですよ。これめちゃめちゃすごいですよね。まあ、かなりあれだけのキャンペーンの効果とか、あとは CM の効果っていうのはめちゃめちゃ強いなっていう風な印象を持ちました。まあ、その一方で、まあ、これ文面にもあったんですけども、まあ、LINE が展開する、まあ、LINE Pay があると思うんですけども、まあ、このキャンペーンを含んで、そのマーケティング費用っていうのは、加算だりして、まあ、その2019年の1月から3月までの最終損益が103億円の赤字になったらしいんですよね。まあ、こんな風に、まあ、ニュースの中ではかなりネガティブっぽいことをお伝えしてるんですけども、ぶっちゃけ LINE Pay も、まあ、先行投資みたいな部分っていうのはあるので、まあ、これは正直想定内にはなるのではないのかなという風に思います。今はね、皆さんご存知第2弾100億円キャンペーンの、まあ、真っ最中だと思うんですけども、これがまず今月までということですね。そして6月から新たにワクワクペイペイっていう、まあ、キャンペーンもスタートするんですけども、まあこれからね、本当に QR コード決済っていうのは本当に競争は激化するので、まあ僕としたらこの PayPay の展開がもう本当に面白いので、このワクワクした感じを冷めさせないようなキャンペーンがこれからも出てくることを大いに期待したいですね。はい、ということで今回は、PayPay がソフトバンクから、まあ、460億円を、調達したという、ニュースをお伝えさせていただきました。もしですね、何かこういろんなご意見があればコメント欄などでいただけると嬉しいです。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、あとはツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。